沖縄県営鉄道。沖縄県営鉄道とは、戦前に沖縄県が沖縄本島内で運営していた鉄道である。鉄道省側の書類には、沖縄県営鉄道と記載されていたが、沖縄県側では1917年まで沖縄県警弁鉄道。それ以降は沖縄県鉄道を正式な名称としていた。また、 7 6 2ト、mm、ルの基管を採用した、軽便鉄道であったことから、沖縄県民からは、軽便、軽便と通称されていた。沖縄本島に鉄道を付設する動きは1894年頃からあり、県外の資本家などが那覇を中心に、首里や与那原、佐敷、茶館などを結ぶ鉄道の付設を相次いで出願した。しかし、後に、 那覇市内の路面電車として実現した沖縄電気を除き、いずれも資金調達がうまくいかず実現しなかった。このため、明治末期には、県営による鉄道の敷設が考えられるようになり、1913年1月に、県議会で、与那原線と糸満線の鉄道敷設案が可決。さらに1914年11月には、嘉手な線の建設も採択された。 沖縄県はまず、与那原線の工事に着手し、1914年12月に開業した。続いて、糸満線の建設に着手するはずだったが、第一次世界大戦後の不況の影響で、建設資金の調達がうまくいかず、1916年に建設中止が決定する。1917年7月に所得税法が施行され、所得税から、 経済援助の名目で国庫補助が行われることが決まると、再び鉄道建設の機運が高まった。糸満線とカデナ線の建設順位をめぐって、県議会は紛糾したが、1917年12月にカデナ線の着工が決定し、1922年3月に開業した。最後に残った糸満線は1923年7月に開業し、 これにより現在の那覇市から嘉手納町、与那原町、糸満市の3方面に伸びる路線網が完成した。1921年3月には皇太子博仁神皇、後の昭和天皇がヨーロッパ訪問の途中で沖縄を訪問した際に与那原線に乗車している。なお、1920年頃から戦時中にかけて嘉手納長巻。 約4 2トルを結ぶ名護線の建設計画が何度も持ち上がったものの、ついに実現しなかった。参戦が開業した大正期は建設費調達のため発行した県債の償還が負担となって経営状況はかんばしくなく、一時は県営鉄道の国有化の話も持ち上がっていた。 昭和期に入ると経営は安定したものの、道路の整備に伴って民間経営のバスとの競争が激しくなり、県営鉄道でも機動車、ガソリンカーを導入して対抗した。また、1936年には県営鉄道もバス事業に乗り出し、糸満線とその周辺地域を連絡するバス路線を開業している。太平洋戦争の末期になると軍事輸送が本格化し、 1944年7月には、通常ダイヤによる営業運転を終了して、実質的な軍用鉄道となる。また、同年10月10日の那覇空襲によって、那覇駅が消失し、さらに11月には、糸満線紀安谷南根間で、列車爆発事故が発生している。1945年3月には戦争の激化で、完全に運行を停止し、 その後の連合国軍上陸によって鉄道施設は破壊された。戦後は朝鮮戦争の勃発による鉄不足でレールが取り集められた上、さらに道路や米軍基地の建設などで鉄道敷地自体が分断されてしまい、県営鉄道は事実上消滅した。正式な廃止手続きは行われておらず、サンフランシスコ講和条約が発効した年月日に、 地方鉄道法の適用対象から外れている。なお、終戦直後の1947年11月、GHQ が沖縄民政府、後の琉球政府に対して鉄道復旧計画の立案を要求し、民政府も鉄道不設計画を提出したが、1948年には道路整備の推進に方針転換したため表しなかった。 この計画では期間を1067ミ、mm、リメートルとし、かつての与那原線を東海岸沿いに延伸して、前原、金、名護、大あ辺りに至る路線と、かつての糸満線に相当する路線が考えられていたようである。運行停止時点、旅客列車の運行区間は、那覇与那原間、那覇カデナ間、那覇糸満間の3系統に分けられ、 カデナ線や糸満線の列車もヨナバル線に乗り入れて、那覇駅発着としていた。運転本数は、対象末期の1925年時点では、各系統とも1日8往復だったが、最盛期を迎えた1937年には、ヨナバル線が16.5往復、カデナ線が16往復、糸満線が15往復で、このうち、半数近くは、ガソリンカーによる運転だった。 所要時間は1937年時点で、那覇ヨナバル館が32分、ガソリンから26分、那覇カデナ間が1時間16分、同1時間、那覇イトマン館が1時間7分、同49分であった。大半は沖縄県の自主発注、または自主製造だが、カデナ線開業時には国鉄線北系便線から移籍した車両が導入されている。 車両は現存しないが、1983年に、カデナ線大戦役跡で発掘された台車が、ギノワン市立博物館で保存されている。ディーゼルエンジンが一般化する以前の存在であり、すべてガソリンエンジン動力のガソリンカーである。ガソリン規制が厳しくなった1940年頃に、キハ11.12が、木炭ガス発生装置を荷台に取り付けている。 これ以外の車両も、同時期に、木炭ガス車化された可能性が高いが、詳細は不明である。木造車体、ボギー台車、オープンデッキの車両が導入された。なお、沖縄県営鉄道は、当初に等急製だったために当社と三等社が存在していたが、二等社の利用が少ないことから1931年7月に三等社のの、モノクラス製となり、車号も、 全面的に変更されている。1944年の時点で、有害者31両、無害者50両が在籍していた。沖縄県営鉄道では、路線バスも運営していた。通称は、県鉄バスである。古賃台駅から、稲峰駅までの区間を迂回する路線などが、設定されていた。沖縄県営鉄道を舞台とした歌として、 鉄道昇華の曲に乗せた沖縄県鉄道昇華が1914年に作詞されたが、現在では1962年に作られた軽弁鉄道説、作詞、徳田安州、作曲、三田新一、歌、フォーリーブスの方がよく知られている。テレビドラマ、走れ、軽1 0代50は、おじいちゃんの軽弁鉄道沖縄の巻は、 沖縄県営鉄道の元機関士で戦争で視力を失った老人を描いた話で、糸満市、木安村などでロッケが行われた。脚本は沖縄出身の上原昭蔵が手掛け、前日のフォーリーブスが歌う、軽弁鉄道説が挿入歌として使われている。沖縄都市モノレール株式会社、ゆいレール本社敷地内にある、ゆいレール展示館内に、 京弁鉄道関連の展示として、路線図や当時の写真、乗車券類などが数多く展示されている。また、国土地理院の地図、空中写真閲覧サービスにて、戦時中、終戦後の空中写真が閲覧でき、そこで線路跡を確認することができる。2005年、名護市のネオパーク沖縄に、 実寸の4分の3サイズで再現した B1 型タンク機関車と実寸の2分の1サイズで再現した国鉄 D51 形状機機関車が園内を約20分かけて一周する沖縄軽便鉄道が開業した。カデナ線の延伸構想で名護に駅の設置が構想されていたことを受けて乗り場は名護駅と命名されており県営鉄道に関する展示コーナーが併設されている。 与那原駅駅舎は戦火にあったが、戦後も減損し、修復及び増築の上、町役場や農協として長らく使用された。後老朽化のため解体され、2014年4月に与那原る町立警弁与那原駅舎展示資料館して、王子の外観が復元された。なお、旧駅舎の遺構が資料館の裏に保存されているほか、新たに、東宮殿下、 広木と新能乗車記念碑も設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。